世界史2点アップ講座、今回はざっくり全部イギリス史ということで、受験に出そうなイギリスの王朝と王様をまとめてみました。ざっくりですので、抜けがあるかもしれませんが、そこは、後で補っていただきたいと思います。それでは行きたいと思います。まあ、イギリスはね、ゲルマン人のアングロサクソン系からスタートしましょう。エグバートが、まあ、七王国と言われていた王国を統一するわけですね。で、イングランド王国っていう風になるんですけれども、そこにノルマン人がどんどん入ってきたんですけども、一旦このノルマン人をやっつけて、ね、追い払ったっていうのがこのアルフレッドという人物です。そして、そのノルマン人がね、ついにイギリスを支配する伝承ですね。で、クヌートさんという人が、まあ、侵入してきた人ですね。田園人を率いて。そして、ノルマン朝、ノルマンディ、ウィリアムがね、ノルマンコンクエスト。フランスの方からやってきて、イギリスを支配し、ノルマン朝を建てます。まあ、ウィリアムと言ってもいいし、ノルマンディ公ウィリアムと言ってもいいし、ウィリアム一世と言ってもいいのです。そして、プランタジネット朝が成立します。これもまた、フランスから王様が迎えられてね、ヘンリー二世がプランタジネット朝を放送します。リチャード一世ね、戦争大好き、第3回十字軍ですね。そして、バカで愚かなジョンですね。フィリップ2世にね、領地を奪われる。フランスのフィリップ2世に領地を奪われる。そして、貴族がね、もうこの王様にはついていけない。ね、マグナカルタっていう、取り決めを貴族と結ぶわけです。そして、ヘンリー3世も、あんまりね、政治上手じゃないから、シモン・ド・モンフォール。この人が反乱を起こしたり議会を作ったりしてね、シモン・ド・モンフォール絡みはヘンリー3世です。エドワード1世ね、そんなに貴族が、まあ、不満を持っているんだったら、逆にね、私が主催する会議に、まあ、貴族も呼んで話を聞こうじゃないかっていうことになるわけですね。身分制議会の模範議会を作るわけです。模範議会。そしてエドワード3世ですね、フランスのバロア朝の成立にケチをつけて100年戦争を起こすわけですね、このエドワード3世の息子がエドワード国太子ということになります、続いてランカスター家とヨーク家ね100年戦争が終わった後イギリスはまだ内戦をやってますね。これがバラ戦争と言います。はい。このバラ戦争を終結させたのがヘンリー7世ね。ランカスター家とヨーク家が結婚して一つになったわけですね。まあ、この結婚に不満を持つ貴族もいるわけね。そういうね、俺に不満な奴はね、裁判をかけて、ぶち込むぞっていうことで、ヘンリー7世は王権を強化するためね、正室長裁判所を開いたんですね。そして、ヘンリー8世ですよ。このヘンリー8世ね、その奥さんをね、特会陛下、離婚のための宗教まで作っちゃった。これが首長法ですね。首長法で、国教会を作るわけですね。そして、国教会を国にしようかなと思ったら、娘さんのメアリー1世は一旦カトリックに、戻しますね。そして、エドワード6世が国教会を、国教会、プロテスタント化をしていくわけですね。エリザベス1世さんね、たくさんあって書ききれないんですけども、やはり言っとかないといけないのは統一法ですね。そして東インド会社、そしてアルマダ海戦、この辺を押さえて、まずは押さえてほしいなと思います。エリザベス1世、子供がいなかったので、スチュアート朝が成立しますね。ジェームズ1世という人は、この王権春秋説を唱えて、まあ、ワンマン政治をやったわけですね。そして、このチャールズ1世も、ね、議会を無視し、ワンマン政治を行ったので、議会の方が、ですよ、これはね、議会の方が権利の請願、
をするんでしたね。まあ、それでも国民の不満は収まらず、結果的にはクロムウェルがチャールズ一世をね倒して、チャールズ一世を処刑してしまうわけですね。そしてこのクロムウェルという人が、まあ、共和制を開くわけですが、この人がやったこと、一番重要なのは公開法ですね。この公開法の制定により、オランダをね困らせてやれということで、英蘭戦争っていうのを起こすわけです。この英蘭戦争の結果、オランダに勝利して、イギリスは海外貿易の覇権を握るわけですね。そして、このクロムウェルにもまたね不満が溜まってね、結局クロムウェル自身がね独裁者になってしまったから、結局クロムウェルが死んでしまった後、やっぱりね王様の方がいいということで、王様が、まあ、また迎えられるわけですね。しかしこのチャールズ2世も議会を無視して独裁をやったので、議会は人身保護法、ね、不当な逮捕はダメだよって言ってみたり、あるいはねこのチャールズ2世がカトリックを押し付けるから、いやいやね、イギリス国教会の人じゃないと公務員になれないよっていう審査法を制定したんでしたね。そして、このジェームズ2世、の時も国民の不満は収まらず、名誉革命ということになります。名誉革命の結果、王様に迎えられたウィリアム3世、メアリー2世は、議会からの権利の、宣言を私たちからの法令ということにしましょうということで、権利の昇天という形にするわけですね。はい、そして、アンちゃんですね。アンちゃんはイングランドとスコットランドが合併し、大ブリテン王国が成立するわけです。はい、このアンちゃんには子供がいなくて、で、そして、スチュアート朝が断絶してしまうんですけれども、ドイツからイギリス王家の血筋を引く者を王様として迎え入れます。これがジョージ1世ですね。ハドーバー朝の成立なんですけれども、このジョージ1世ね、英語が喋れなかったっていうぐらいですので、国内の政治は内閣、首相にお任せ、これがウォルポールですね。ウォルポール首相のもと責任内閣制が成立するわけですね。はい、はい、そして、18世紀後半の産業革命、19世紀前半の自由主義改革を経ます。ここにはね、いろいろね、だから、アクライトであるとかね、クロンプトンであるとかね、自由主義改革は、例えば、審査法の廃止であるとか、公開法の廃止であるとかね、穀物法の廃止、こういうのが出てくると思います。ビクトリアですね。ビクトリアも書くところいろいろあるんですけれども、ディズレイ、これが保守党ですね。そしてグラッドストーン、これが自由党の二大政党が、まあ、交互にね、政権を担当するということです。あとはインド帝国であるとかね、いろんな戦争に介入していく、そういうのを抑えて、おいていただければなと思います。さて、こっから先は首相の名前がたくさん出てきますね。バルフォア、ね、ユダヤ人に対して、ね、ユダヤの国を作らせてあげるよ。その代わり第一次大戦協力してねっていうバルフォア宣言を出すんですね。バルフォア宣言ですね。そして、ロイド・ジョージです。ロイド・ジョージは第一次大戦の戦後処理、ドイツにベルサイユ条約、ね、戦争でたくさんね、お金使ったから、ドイツからたくさん賠償金巻き上げようっていうことになるわけですね。この次、マクドナルド行きましょう。マクドナルドさんはね、世界恐慌の煽りを受けるわけですね。で、マクドナルドさんは労働党の党首を下ろされるんですけれども、挙国一致内閣を組織するわけですね。はい、じゃあネビル・チェンバレン、この人何やったかというと、ヒトラーの要求を飲むミュンヘン会談、融和政策っていう言葉を覚えていますでしょうか。はい、そして、ミュンヘン会談ですね。
チャーチルは第二次大戦を戦いますね。そして、戦後処理とかはこのアトリーさんね、がやるんですけれども、この辺りでね、チャーチルさんね、鉄のカーテン演説なんかをやってます。そして、教科書のね、最後の方に出てくるのはサッチャーさんですね。サッチャーさんはアルゼンチンとフォークランド紛争を起こした人物ですね。サッチャーさん、小さな政府ということを掲げていました。このあたりが、イギリス史のまとめということになります。